こんにちは、フィモーラのエリオットです。みんな、使える新機能満載のパワーアップしたフィモーラ9はもうチェックしたかな。新しいフィモーラでは追加できるビデオトラックがなんと最大100個。動画編集に便利なフィルターやトランジション、タイトルやその他何でも追加し放題。もう一つのトラックに縛られることなく自由に動画編集を楽しめるってわけ。といっても特に編集したいクリップがたくさんある場合はきちんと整理しながら編集していくことが大事だよね。今回の動画では複数のビデオトラックを使いこなしながら簡単&素早く B ロールを作る方法を紹介するよ。それでは早速始めよう。マルチトラック編集 B ロール。マルチトラックは B ロールを使ってうまく視聴者を引きつけるのに大活躍するんだ。動画のシーンを厳選してベストシーンを挿入したい場合は特におすすめ。まずはメインの映像 A ロールをタイムライン上にドラッグ&ドロップ。次に A ロールの上に B ロールをドラッグ&ドロップしよう。再生してみるとほら、2つの動画のトランジションもスムーズにいっていることがわかるね。 B ロールの位置は自由に変えていろんなパターンを作って楽しもう。マルチカメラ。マルチカメラはよりダイナミックな映像で視聴者を引きつけるのに便利。今回は異なる3つのアングルから撮影した映像を編集するよ。これを1つのトラックで編集しようとすると映像をパズルみたいに一つ一つを組み合わせて映像をまとめるのは至難の業。マルチトラックなら3つのトラックを使って映像の組み合わせが自由自在。途中でアングルを変えるには不要な部分をカットするだけ。これで次のアングルにスムーズに切り替えることができるんだ。フレキシブルに編集できて時間も節約、とっても使える機能だね。マルチスクリーン。さっきは異なるアングルを順番に見せるマルチカメラを使ったテクを紹介したけど、次は違ったアングルを同時に見せる裏技を見せるよ。まずは3つのクリップを異なるトラックにドラッグ&ドロップ。ここからが職人技の見せどころ。最初のクリップから大きさを調整して位置を動かそう。クリップをダブルクリックして変形メニューの下のスケールでプレビュー画面を見ながら調節。プレビュー画面は編集後のイメージがオンタイムで確認できるからとっても便利。この調子で他の2つのクリップもバランスを見ながら編集してみよう。以上、マルチトラックを使ったテクニックは参考になったかな。最大100個まで追加できるビデオトラックは使い方も100通り。みんなもマルチトラックを駆使して思い通りの動画を作ってみてね。チャンネル登録も忘れないでね。 See you next time!